え、かわいい、めっちゃやば。毛めっちゃ生えてない？毛生えてる。何の毛生えてんの？端から行くか。こいつ行ってみようか。そう。うわー。ちょっとちっちゃいかな。
ちえな。いい感じじゃん。え？ちっちゃいかな。細くね。すごい、この辺にもさ、全部根っこがいっぱいあるんだよ。そんなもんなんじゃない。いや、軽いぜ、だいぶ。だいぶ軽いぜ。ああ。かわいい、めっちゃ。やば。え？あ、なんか毛が生えてる。毛めっちゃ生えてない。やば。もうちょっとやったらもうちょっと育つかな。え、どうなんだろう。こんな形だった。やば、足になってる。3つ目。あ、割といい。割とちゃんとしてる。こっちはちょっとあと2、3週間やってみよう。一番長いので15センチ。そうね、まあ、本体入れたら13センチぐらいか。そう。じゃあいただきます。じゃあ味噌でいってみようかな。うん、人参じゃん。人参、うん、あ、うまいじゃん。うまいよ、ね、え甘い、めっちゃめっちゃ甘い、めっちゃ甘い。ごちそうさまでした。結構硬いっす、うん、ねじねじすればいいんじゃないか。あ、ほら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 、でもほら、手がでごらん。手がでごらん。いいよ。あ、抜けた、やった。抜けた、ほら、人参抜けました。これ取ると、ほら見て見て。いいやん。いいじゃん、人参だ。ほら、でも見て。人参。いい形だ。いい形になったな。ほら。ちょちょちょ、あ、こいつもいい形になってんじゃない？あ、こいつも特に割れずに、あ、でも変な形になってる。こいつ。オッケー。収穫完了。10センチぐらいだね。惜しい。3本。お。かわいい人参。美しいね。だいたい10センチぐらい。ちょっとね、柔らかくなっちゃってるから、やっぱ少しね、ちょっと遅すぎたかもしれないかな。もう少し早く収穫した方がいいかもしれないですね。